こんにちは。こんにちは。今日はハープの体験レッスンよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ハープどこかでご覧になったことありますか？コンサートで見たことあります。コンサートでオーケストラとかのコンサートですか？はい、そうです。そしたらもっと大きい楽器だったと思うんですけど、大きく分けてハープ2種類ありまして、一つがそのご覧になった大きいコンサートで見た、グランドハープっていうハープと、あとこういうちょっと小型のハープと2種類です。この違いは何かというと、グランドハープは足元にペダルが7本ついてるんですが、こっちの楽器は足元にペダルがない代わりに、弦の各弦1本ずつに1つずつレバーがついてます。なのでグランドハープのことをペダルハープ、こういったレバーがついてるもののグランドハープじゃない小型のものをレバーハープと言ったりとかします。でレバーハープの方がグランドハープよりも古い楽器で、この、レバーっていうのは何をするものかというと、今上がったり下がったりしているところがあるんですが、上下2段階しか、動かすことはできないんですが、下に降りている状態は弦が解放されている状態です。でレバーを上に上げることによって少しこう弦の長さを短くするようになるので、それで音を半音上げることができます。でこれは半音、上げる記号が出てきたときに弾きながらやらなければいけないんですけれども、それ左手でこう上げたり下げたりします。でこれとても大変なので、じゃあそれを足元でできないかなっていうふうに考えてできたのがグランドハープ、ペダルハープなので、足元のペダルは7つついてるのはドレミファソラシまで各音に1個ずつペダルがあります。でどのペダル、どがシャープが出てきたなと思ったら、どのペダルをシャープに入れて足元で演奏するので、その間左手がお休みしなくてもよくなりました。これが、大体、ペダルハープとレバーハープの違いですね。これいわゆるヤマハのところの、あのピアノでいうところの、で、1本で一番最初1本で弾いていくんだけど、はい、1本だけで弾くとなんかどんな、一回弾いてみ、なんかどんなんでもいいかな、そうそう、でだけどね、1個ずつ弾いていくわけなの。そう、そういう奏法もあるんだけど、はい、普通はってやっていくので、はい、まずじゃあ4本指で準備する、準備の仕方をご説明します、はい、で全然言ってないけど小指使わないから、あ、分かりました、はい、でじゃあ身のところに人差し指、人差し指ちなみに2ね、はい、1234指番号両方とも一緒、1234、はい、そうで身ごめん、赤がね、どう赤がどうなの、えいいいいいで、1の指をこう立ててこう置いてくる、あ、そう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 、置く、そう、はい、そう、で、3ください、3ください、で、4ください、はい、4、はい、これが4本で、で、ちょっとね、はい、あ、良い、とても良い、で、4本で準備するときはこういう風になります。だけど、はい、今1本でしか弾かないんだけれども、はい、1本だったらどんな角度でもどんな弾き方でも音出ちゃうんだけど、まあ、4本で弾くことを前提に、はい、今手の形作って、はい、じゃあ、4外して軽く握っといて外して今外しちゃってよ、で握る、そうそう、で3も軽く握る、外して握る、で1も、はい、そう、全然下潜らせないです、はい、でちょっとそのまんま身の音弾いてみましょう。で、はい、弾くときは弦を手のひらの方に向かって圧力かけて曲げるだけ、そう、最後まで曲げようか、そこまで落としてください、はい、なんかどうぞ、そう、じゃあどのところにちょっと移動してください、はい、これは、あ、で見えないでいいよ、はい、はい、で、ここつけない、つけない、で、そのままちょっと動かしてください、はい、このまんま、ちょっと腕持ち上げて、はい、そう、OK です、